Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Fairy Tail. Alors comme je l'ai dit sur ma page Facebook il y a quelques heures, d'ailleurs suivez-moi sur Facebook là où je suis le plus actif avec Instagram si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. J'ai commencé voilà le let's play sur Fairy Tail ou un let's play normal où je joue et je raconte mes conneries. Et bien là je vais toujours jouer sauf que je ne vais plus raconter mes conneries, le jeu ne me hype plus assez pour que je continue à le faire, mais il me hype encore suffisamment pour que je continue à y jouer, donc je me suis dit quitte à continuer à y jouer, autant continuer d'en faire des vidéos. Ça serait dommage, d'autant plus que j'ai commencé évidemment le let's play sur ma chaîne, donc comment est-ce que ça va se passer? Ça va se passer tout simplement que je vais vous laisser évidemment l'histoire principale, tous les combats principaux, je vais passer évidemment les séances de farm. Je vous mettrai aussi toutes les quêtes que je vais faire et les combats qui vont avec. Voilà, je vais vraiment aller à l'essentiel. Mes séances de farm se feront en off. Et voilà, ce sera comme ça, un peu comme un épisode de l'animé, tout simplement. Je vais vraiment rester comme ça jusqu'à la fin du jeu. Voilà, merci à tous. Et à la prochaine chez Alistair, bonne vidéo! Oui, alors je suis un peu avancé par rapport à l'épisode précédent. Il faut savoir que j'avais enregistré, tenté d'enregistrer un épisode il y a quelques temps. Et en fait, mon son n'allait pas du tout et j'ai continué à enregistrer avec un très mauvais son. Je ne m'en suis aperçu qu'au moment du montage. Donc j'ai un épisode dans le vent, mais ne vous en faites pas. Vous n'avez absolument rien raté. C'était complètement insignifiant, c'était de l'entraînement avec Jela, les soins arrivés à Crocus pour les grands jeux intermagiques, vous ne ratez rien. Bon épisode à tous et à toutes. Oh? Hirareたい mono kara kakatte koi. アイスメイクスコールドエクスタイバーカット、ユニティソード。我々の勝利だ。 あったあった。で、ボロボロになっちまってる。こりゃもう切れねえな。捨てるしかねえか。ならジュビアにください。どっから出てきた。捨てるくらいならジュビアに譲ってください。きっと有効活用してみせますから。何に使う気だ。お前には絶対渡さねえ。 よいしょっと。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は。
最近マグノリアにできたスイーツ店。私が行くといつも売り切れていて買えんのだ。そうなの？私が前に行った時は普通に買えたけど。時間をずらして行っても売り切れてる。開店間際を狙ってもその日がたまたま休みだったり。もしや私はあのスイーツを買えない呪いにかかっているのでは。何それ。行くかな。よし、ここだ。さて次は。こんにちは。どこ行くかな。どこ行くかな。よいしょっと。よいしょっと。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は。これは例の店のもらっていいのか。ありがとう。一生口にできないかと思っていたところだ。よく味。そうだな。はい。グレー様、ジュビア、グレー様の応援に来ました。あの、よかったらお食事でも。二人って。そういや、腹減ってきたな。それなら、いいレストランがこの町にある。リオン大魔党演舞に出るんだってな、グレイ。
まあ、優勝するのは俺たちラミアスケールだがな。一つ賭けをしよう。ラミアスケールが優勝した暁にはジュビアを俺たちのギルドがもらう。なんじゃそりゃ。俺たちが勝ったらジュビアをお前たちに返そう。もともと俺たちのギルドだよ。男と男の約束だ。忘れるなよ、グレイ。賭けになってねえだろうが。ふざけんな。負けるのが怖いのか。なんだと。グレイ様、ジュビアを取るかリオン様を取るかはっきりしてください。お前全然話見えてねえだろう。どうすっかな。ああ、よいしょっと。切られたいものからかかってこい。痛いわよ。アイスメイクフロア。決戦。よし、ルーシーキリー。さて、アイスメイクハンマー。決戦、我々の勝利だ。よいしょっと。ああ、ありがとう。よいしょっと。
ほう。あんたは夏ドラグニル。猫？何ですか？あの間抜けな顔した猫は。間抜け。しょべった。私突っ込まないとダメ？大魔党演舞に出るって噂本当だったのか。俺のこと知ってんのか？アクノロギア、ドラゴンを倒せなかったドラゴンスレイヤーでしょ。それってドラ…あ？これでも昔はあんたに憧れてたんだぜ。ちなみにこいつはガジルさん。同じドラゴンスレイヤーとして気になっていただけだ。ドラゴンスレイヤー、お前ら二人とも真のドラゴンスレイヤーって言ってくんねえかな。俺たちならアクノロギアを倒せるよ。あんたたちアクノロギアを見たことないからそんなこと言えるのよ。そうだそうだ。頭の悪そうな猫ですね。レクターは頭いいよね。見たかどうかは関係ない。要はドラゴンスレイヤーとしての資質の差。私が説明しましょう。夏くんなどはドラゴンから滅竜魔法を授かったいわゆる第一世代と言われています。オタクのラクサスくんやオラシオンセースのコブラくんは竜のラクリマを体に埋め込み滅竜魔法を使う第二世代。そしてスティングくんとローグくんはあなたのように本物のドラゴンを親に持ちつつ竜のラクリマを体に埋めた第三世代、最強のドラゴンスレイヤー。第三世代、お前たちも777年にドラゴンがいなくなったのか。ま、ある意味では。はっきり言ってやる。俺たちに滅竜魔法を教えたドラゴンは自らの手で始末した。ドラゴンを殺した？人間がドラゴンを。親を殺したのか。ま、本戦で戦うことがあったら見せてやるさ。本物のドラゴンを倒した力ってやつを。行くぞ。旧世代には何の興味もない。時代遅れのドラゴンスレイヤーは連れてる猫も貧乏くさいですね。クロム様、あれがフィオーレ一のギルド、セイバートゥース。よし。よいしょっと。よいしょっと。はい。ありがとう。うん。ほう。よし。何？よし。ああ、よし。
よいしょっと。どうすっかな。え？どれにする？ありがとう。ありがとう。車を作る？またね。そろそろ12時だわ。ところでウェンディはまだか？シャルルと一緒のはずだし、迷子になるとは思えないんだけど。もうすぐ12時か。あんな小さい子がこんな夜遅くまで。夜更かし、悪友、不良、ああどうしよう。小説書きはみんなこういう想像力なのか。よう、差し入れに来たぜ。いよいよ明日だね。エルフマン、リサーナ、山ごもりから戻ってたのか。かなり力をつけたつもりだったのに、先行から外れるとは。なあ、俺も出て、リサーナや姉ちゃんにいいとこ見せて。大魔と演舞にお集まりのギルドの皆さん、おはようございます。これより参加チーム113を8つに絞るための予選を開始します。予選だと？聞いてないぞ。 113？ あれ、フィオーレ中のギルドの数にしては多すぎるような。予選ならば事前に通達しておけばよいものを。不可解な段取り、多すぎるギルド、謎の魔力。怪しむべきは主催者側か。毎年参加ギルドが増えて内容が薄くなってるとの指摘をいただき、今年は本戦を8チームのみで行うことになりました。予選のルールは簡単。これから皆さんには競争をしてもらいます。ゴールは本戦会場ドムスフラウ、先着8チームの本戦出場となります。魔法の使用は自由、制限はありません。早くゴールした上位8チームのみ予選突破となります。ただし5人全員揃ってゴールしないと失格。それと迷宮で命を落としても責任は取りませんので。大魔党演舞予選、スカイラビリンス開始。競争っつうなら急がねえとな。待て、ゴールの規定が5人揃ってだぞ。ウェンディ、ウェンディがいなくても男がここにいる。仕方ねえか。ウェンディを待ってる時間もなさそうだし。頼むぞエリフマン。任せておけ。チームフェアリーテイル、行くぞ。
斬られたいものからかかってこい。ほう。やれやれ、お出ましか。アイスメイク、アイスブリンガー。よし。痛いわよ。回復だ。回復だ。アイスメイクハンマラビリンスはそれ自体が回転する複雑な迷路だったけど、私たちが力を合わせれば楽勝。あっという間に踏破した。おめでとうございます。予選通過決定です。よし。そりゃそうだろう。すっげえ順調だったし。もしかして私たち1位？いいえ、8位です。ギリギリ通過です。まあ予選通過できたんだし、本戦頑張ればいいよね。ああ、明日から本戦。燃えてきた。あとはウェンディが宿に戻っていれば万事 OK と思ってたけど、事態はそんなに簡単じゃなかったんだ。実っておる。熟した果実が実っておる。今年こそ完成するかもしれんな。待っているがよい、ゼレフ教。守備はいかがですか、アルカディオス。は、姫。万事順調にございます。
ついに我らの宿願が叶うのですね。世界を変える扉、エクリプス。すべて姫の御心のままに。あとはよしなに、あなたを信じていますから。ふんふん、よし。頑張っておるの。行くぞ。よし。いよいよ大魔党演武の本戦が始まるぞ。試合は山に築かれた闘技場ドムスフラウにて行われる。時間的にそろそろ行かねえとまずいか。けどウェンディがまだ見つからねえ。ナッツ大変だよ。ウェンディが。ウェンディ、茂みの近くで倒れていたの。外傷はないみたいだけど。ナツさん。ウェンディ、ブチカン、何があった？すみません、よく思い出せない。魔力欠乏症ね。一度に大量の魔力を失ったために全身の筋力が低下してる。みんなごめん、せっかく修行したのに私出られなくて。この大会の中にウェンディを傷つけた犯人がいるのか。まだ何とも言えないけど、その可能性はあると思う。俺たちの戦力低下を狙ったのか、それとも。今はやるしかない。ウェンディの分まで私たちが頑張るんだ。よし。そうだな。出場ギルドが発表になるわ。さあ、参加チームの発表だ。名前に反したアラクレ集団フェアリーテイル。ブーイングだと。大陸中を騒がせた天狼組の帰還によりフィオーレ1となるか。気にするなルーシー、仲間の声援があればそれだけでいい。フレイフレイフェアリーテイル。うん。てかあれ、うん、嘘、まさか。
マスターメイビス、応援に来ちゃいました。来ちゃいました。ピョンと大丈夫です。ギルドの紋章をつけた人しか私のことは見えてませんから。いや、そういう問題なのか。だってずっと天狼島にいるのも暇なんですよ。初代が見守ってくれるとは心強いな。幽霊だけどな。さあ続いては予選7位、地獄の猟犬軍団、クワトロ・ケルベロス。6位には女性だけのギルド、大海原の舞姫、マーメイドヒール。5位は漆黒にきらめく青き翼、ブルーペガサス。4位、愛と戦いの女神、聖なる破壊者、ラミアスケール。続いて3位、これは意外、初出場ギルドだ、真夜中遊撃隊、レイブンテイル。レイブンテイルだ。これはマスターの息子イワンのギルド。闇ギルドじゃ。こんなのが大魔党演武に参加してよいのか。おお。最近正規ギルドに認可されてたみたい。イワンめ、ふざけおって、どんな手を使って。お前らがウェンディを許さねえぞ。残り2チーム、セイバーテュースとあと何だろう。まだ強いギルドが隠れてやがったか。ジェラールの言っていた魔力と関係あるのか。さあ予選2位チームの発表だ。おっとこれは意外、落ちた羽の羽ばたく鍵となるのか。まさか、まさかのフェアリーテイル B チームだ。なに姉ちゃん、ガジル、ジュビオ、ラクサスとか反則でしょ。つーか、つーか、つーか、なんでミストガンがいるんだよ。まさかお前、ジェラール。マジか。今回からのルール改正により、各ギルドは2チームまで参加できるようになっています。そっか、だから参加チームの数が多かった。冗談じゃねえ。たとえ同じギルドだろうが、勝負は全力、手加減はなしだ。別チームとして出場したからには敵、負けねえぞこの野郎。望むところだよ、予選8位のチームさん。ガジルはだいぶ力をつけてきたぞ。ナイツだって負けないよ。それにしても B チームすげえ強そうだな。さあいよいよ予選突破チームも残すとこあと1つ。最強、天下無敵、これぞ絶対王子や、セイバートゥースだ。出てきたか。楽しもうぜ夏さん。何ガンタラてんだこら。ガジル、あれがフィオーレ最強のギルドか。絶対負けるな、ナイツ、ガジル。頑張ってください、スティンガ君。クロも応援する。あの客席にいるのはエクシードか。
Et c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez, partagez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous branche, en sachant que mon activité principale sur cette chaîne sont les critiques, les jeux vidéo étant du remplissage. Merci à tous. Facebook, Twitter, Instagram, où je suis le plus actif. Babelio et Dlif, accessoirement, sous le pseudo Alister K. Merci à tous, et à la prochaine chez Alister pour l'épisode suivant.